内蔵プチブロックシリーズ、猫不思議、トリケラトプス、組み立て方法。皆さんごきげんよう、猫ピ先生チャンネルへようこそ。今回はダイソーさんのプチブロックシリーズトリケラトプスを組み立てていきます。今回は付属の説明書になるべく沿った組み立て方なので、説明書と照らし合わせながらでも組み立てられると思います。プチブロックシリーズの中では簡単な方だと思いますので、手始めのチャレンジには良いかもしれませんね。それではご覧ください。1頭部前半を組み立てていきます。1というのは付属の説明書の番号を表しています。
後半を組み立てていきます。の完成です。3、胴体前半を組み立てていきます。
を組み立てていきます。組み立てていきます。
お腹、足を組み立てていきます。今回は足を4本同時に作っていきます。番号の通りに組んでいきます。胴体の完成です。7、胴部と胴体を合体させます。8、トリケラトプス完成です。